世界の果てまでよく来たね。これが私の祝福だ。世界の果てまでよく来たね。これが私の祝福だ。世界の果てまでよく来たね。これが私からの祝福だよ。羽ばたけ傷つく風よ、吹き荒れろ。それではアブルーグのステータスはこちらとなっております。はい、こちらはですね、スピード型でダッシュ持っているのですごく動き回りやすいのと、はい、超アンチダメージボールを持っているので、まあ、火力アップできますし源流封じ M も持っているのでこちらでも火力アップ対象キャラにはできるといった感じでございます。魔人もありますね。うわ本当だ。うわ魔人キラーも持ってると。キラー結構ありますね。そうなんですよ、うん、はい。で今回コキュートスに行ったんですけれども、はいはいはい、源流封じ M がドリアードにキラーとなっているのでかなり倒しやすかったのと、ここに超アンチダメージウォール乗るのでさらにね簡単に倒していけました。そしてまあボス戦に入ると魔人キラー持っているので、なるほど、ボス自体にもかなりお強いです。はい、こちらの友情がインボリュートスピアと全敵超メテを持っているんですけれども、ここのステージだと防御アップ防御ダウンさせていくと思うんですけれども、後でねこのインボリュートスフィアが来てくれるので、ちょうど防御ダウンした時に弱点に刺さってくれたりと、ザコを倒してくれたりとするのですごく使いやすい友情のセットとなっておりました。またこちらのストライクショットがスピードとパワーがアップ&周りにパワーフィールドを展開すると、ありがたい。これありがたいですよね。まあ、これを持っているということはですねその後に殴るキャラクターの火力上げてくれるので助かります。はい、でスピードとパワーアップなので、まあ、ダッシュだしスピード型だしそれでまたスピードアップということでかなり雑魚処理とかにも良かったです。はい、はい、他にもおすすめクエストはこちらです。ということでベネットのステータスはこちらとなっております。はい、はい、ということでこちらのアビリティセットで、地雷を拾える子はちょっとね貴重な枠となっております。はい、あとは SS ターンチャージ M を持っているので結構そのストライクショット重めの子とかの SS 貯めてくれたりするのでサポート面でもかなりいい子でした。いいですね。はい、そしてこちらの友情コンボツインワンウェイレーザー EL とトライデントレーザー EL、 すっごい出しますねレーザー。そうなんですよ。はい、そしてこちらですねロックオンしてくれる友情ですので、すごいですね、はい、逃さずにダメージを与えてくれます。でストライクショットをヒットした敵の弱点を全て出現させてくれるので、まあ、弱点出現させた後の友情もかなり刺さってくるといったかなり相性のいいステータスとなっております。これ友情ブーストもあるんですね。はい、そうなんですよ。全部がすごそう。かなり強力ですね。うん、他にもおすすめステージはこちらです。
か？まだですか？みんなのために勇気を出すの。私がこの森を守ります。みんなのために勇気を出すの。私がこの森を守ります。みんなのために勇気を出すの。私がこの森を守ります。のステータスこのようになっております。まずアビリティ、超マインスイーパー、そしてアンチ魔法陣で弱点キラー MSS 短縮とあるんですけども、うんうん、まあ、29の5区に行けるアビリティを持ってるということで、なかなか適正いないのでね。そうですね、ちょっとありがたいアビリティを持ちつつも、この弱点キラー M を持っているので、あのレーザージェネレーターにこれ乗ってくるので、うん、弱点を通った時には結構なダメージ出てたので、だいぶ削りやすくなってますね、はい、それもあるんですけど、まあ、自身超マインスイーパーも持ってるので、他のクエストでもね、弱点殴った時には結構な火力になりますよね、うんうんうん、そして友情コンボのウォールムービングバレット、はい、そしてサブで超絶斬撃、こちらにもキラーが乗ってくるので、しかも両方ともね、弱点取られると結構な火力が出るので、はいはい、友情でも期待できるキャラとなっております、うん、そしてストライクショットが触れた敵の攻撃弾を増加させると、もうありがたいストライクショットをこのピンチの時にね、そうですね、打つことができるので、助かる。さらに SS タンタンクで早めにちょっと打てるので、うんうん、本当にちょっと中ボスからピンチかもという時とかにも使うことができるので、ちょっとゲットしておきたいキャラでありますよね、はい、はい、といったピムスでございます。他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上、悠久のエルフヘイム2でした。お楽しみに、バイバーイ。